日本に似た姿で表現されている。セマルグルの名前は、アベスター語やパフラビー語、ペルシア語で、聖なる鳥を意味する単語に由来している。ウラジーミル一世のキリスト共同入以前の宗教政策において、スラブ街から持ち込まれた神であり、その起源は、イラン神話に登場するシームルグである。キエフやリャザンで見つかった、12世紀から13世紀頃の、 ものと考えられている銀星の腕輪には、体が鳥と動物の要素の入り混じった生き物が彫刻されたものがあるが、一部の研究者はその生き物を、セマルグルだと考えている。その生き物は、古代ペルシアで作られた金星、または銀星の皿に彫刻されたシームルグに似ている。キエフの丘に祀られた神々の一柱であり、しばしば女神も、腰と関連付けられている。つまり、 大女神に寄り添いその守護者でもある生獣物の類いで、あるとか、大女神が畑に蒔いた種子を神格化したものであるなどと言われ、農耕と植物の生育に関わる神だとされる。一方、寒気と霜の神という説もある。これとは逆にその名を七つの塔と介して、ペルンダジボーグモコシストリボーグホルスなどの七柱の神を統合させた存在であるとする説もある。ありがとうございます。